李正財は、大韓帝国の政治家で開花派運動家、日本統治時代の朝鮮の教育者、青年運動家、独立運動家であり、政治家、言論人。中世南道女川軍出身で、高来の学者李職の子孫。字は、木明、画号は月南。本願は、観山李氏。落第した後牧帝用の秘書として1881年に、 日本を視察、開花思想に接した。帰国後、開花派の官僚として活動したが更新政権に関わって官職を辞退し、政治的指導者だった牧帝洋の没落後は、故郷で陰遁した。その後、米国公使館二等書機関として赴任し、朝鮮を属国として外交に介入した新国施設を退けて、直接外交の道を開いた。 帰国以後独立協会、万民共同会で民衆啓蒙運動をした。しかし1899年11月独立協会、万民共同会は強制解散させられ、1902年、改革党事件に関わって投獄され、韓国併合以後には官職を辞退した。1905年以後には、委員いたす空と共に YMCA を指導し、 1919年の3.1運動には参加を拒否したが、関連人物に指定されて連行された。囲碁教育と青年の啓蒙、覚醒を力説するなど1920年代中盤の朝鮮日報社長や新刊会で活動した。個人的な財産欲はなく、貸し部屋を転々とした。 後日大韓民国の大統領を歴任した李商晩の政治的指導者の一人だった。韓国併合直後、その当事者だった李官洋らに対して併合がなった今こそあなた方は東京に移り住まわれてはいかんかと言い,い、その理由を問われるとあなた方は国を滅ぼす際が終わりのようなので日本に移り住んでくれれば日本も滅ぶに違いありますまいと答えた。 ありがとうございます。